はい、皆さんこんにちは。レナです。タカです。ディブログです。私たちは東海市にいます。今日はイチゴ狩りを予約しました。去年も行ったかね。ここのイチゴ狩りがすごいよ。イチゴがでかくてめちゃくちゃ甘くて、もう1年間ぐらいずっと楽しみにしてた。で、今ちょうど名古屋から太田川駅に着いたから、花のディスプレイ、東海フラワーショーをやってるから、でそれをちょっと見に行ってからイチゴ狩り、いっぱいいっぱいイチゴを食べたいと思います。こっちかな、東海市芸術劇場、多分この中でやってるはずなので見に行きたいと思います。建物すごいね。すごい、東海市民全然わかんない。初めて入りました僕ここに。ここにはもうなんか小さいディスプレイ、ディスプレイがある。おお、かわいいじゃん。明日成人式だから、ここで写真を撮る場所なんじゃない？そうかもしれない。これ気づいた？何が？ハートの形になってるの。オーレナさん、オーレナさん、成人式の写真ってこうなる感じでしょ。めっちゃいい。着物映えするね、絶対に。で、ちなみに奥の方にもディスプレイがやってます。あ、これもっとでかいね。うわ、すごっ。なんか前回金山駅でやってた時に間スペース入ってたよね。ここはなんか本当にいっぱい花入れたみたいな。すごいです。ジャングルだよ、ジャングル。確かに洋蘭ジャングルになってる。今いろいろ見ました。で、私は家で持ってる花も見つけました。しかもね、香りがする洋蘭だから、なんかバニラエッセンスみたいな感じだね、うん、そう、めっちゃ珍しい。この花です。シャーリーベイビーという花、皆さんにおすすめします。確かにおすすめです。ここのディスプレイは今日の1月9日から1月24日まで見ることができる。これを見て、私みたいに自分で花を育てたいとか、ね、誰かにあげたいとか、そういう人にまたクーポンを用意しました。前回ね、クーポンを用意してもらって動画で紹介したら、なんと好評だったので、今回もね、お願いをして僕たちの視聴者さんに限定 50% オフ、20名様購入検討の方は早めにしてください。、はい、ヤフーショッピングです。で、ヤフーショッピング以外にもふるさと納税、さとふるで花を出してます。興味がある方はぜひ概要欄チェックしてみてください、はい、西本ファームに着きました。後ろにも、なんていう、温室、温室、そうそう、いちごがたくさん詰まった温室。あ、パク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 で食べようと思います。ちょっと今日どっちがいっぱい食べれるか勝負していきたいと思います。嘘、無理、私は負けるよ。おー、買いました。で、早速私のメガネがこもりました。何にも見えない。プチッと収穫してみてください。お時間が45分間です。秋姫といういちごの種類がある。で、ここを見たらザーッと。わお、めっちゃ美味しそう。これね。信じられないぐらい甘い。おお、かぶれとるやん、下に。ねえ、めっちゃ美味しそう。ちなみにタカが動画を撮ってる間に、全部俺のいいイチゴがレナに食べられていくよ。本当だ、うまっ。私たち、背が高すぎる。こんなちょうどいいかもね。これぐらいの目線で歩けるから。そうそうそう、見て。おい、俺が撮影してる間に仕事せえ。遊びじゃないよ、仕事だよ。仕事せえ。パク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 。お、蜂がいるね。うん、こいつらが頑張ってイチゴを作ってくれてる。そうだね、ありがとう蜂さん。はい。ちょっとおい、ちょっと、それはさすがにあげない。
これケチ。ちなみに去年は何も準備せずにこっちに来て、あの入り口でレンリを買いました、うん、今年は準備ができました。準備万端です。もちろん練乳、ヌテラ、ヌテラで塩をつけたらもっと甘くなるのかなと思って、バルサミックソース、シナモンも美味しいのかな、いろいろ試してみましょうか。そう、こんな感じで、うん、うまっ、うまいよね。次は私の大好きなヌテラ、ヘーゼルナッツとチョコレートのクリーム。普通はドイツの朝ごはんに絶対にあるもので、でもドイツだとイチゴと一緒に食べることは多いよ。で冬だからめっちゃ硬いけど、こんな感じで、うん、うん。次はちょっと塩で試してみる、甘くなるのかな。よくスイカに塩振って食べる。そうでしょ、イチゴに。全部落ちてますよ。あー、ダメだな、合わないよね。次はバルサミコソース、皆さん食べたことありますか。モッツァレラトマトのサラダにつけるのがめっちゃ美味しい。こんな感じ、うまそう。まずダメか。今までの中で一番まずいよ。シナモンだね、次は最後。あ、なんかシュガーシナモンだったらいいかもしれないけど、シナモンだけはちょっとわかんない。うわめっちゃシナモン、シナモン美味しいよ。俺はあんま好きじゃないな。嘘。はい、この5個の中で一番美味しかったのが練乳だよね。ヌテラで、ああ次にシナモン、そうで、その次にバルサミコ、塩、バルサミコめっちゃまずかった。ということで皆さんね、どうやってイチゴを美味しく食べてるか教えてください。あ、もう俺も入れて。はい。ドボ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 っと。これぐらい？ボッと？デブ、はい、これめっちゃでっかいやつを見つけた。あの種類が違うけど。爆弾イチゴを収穫してきました。はあ。やっぱこの食べ応えって大事だよね。あんなにでかいイチゴなかなかない。うん、おい、俺にも残せよ。なんか手空いてないから何も言えない。おい、よこせ。うーん、喧嘩になるよ。もう30分経ったけど、私はもうお腹に入らないけど、タカはバンバン食べてます。あと5分あるけど、タカも諦めつつある。もうね、お腹いっぱい気持ち悪くなった。そして練乳、そう、あれだよ、しぼんでしまいました。やばいよ、これカロリーな、何カロリーかを見て。ちなみにタカが1人で1個ぐらい食べたよ、練乳のパック。330キロカロリー、すごいね、これがお腹の中に。だからデブになるよ。あとイチゴも。じゃあ私から数えますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、50かな、50ぐらい。見事50達成です。あ、よかった、50食べれて。はい、というわけで数えていきます。100の番、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22。は？あんまり変わってない、52。2人とも50、50、50、限界でしょ。2人で100個のイチゴを食べました。まあ、というわけでもうイチゴ見たくない。イチゴいらん。はい、さよならイチゴ。美味しかった。はい、というわけでイチゴ狩り終わりました。食べ尽くしました。いや、だからイチゴ狩りはなんか年に1回ぐらいはやりたいけど、いや、もうそれより多いとちょっと無理無理。イチゴ恐怖症だもん今。でもこのイチゴ狩りの動画が楽しかったならぜひいいねボタン押してください。また次の動画で会いましょうね。バイバーイ。